はい、皆さんこんにちは。東郷よしきこと東郷よしきです。実は先日渋谷のタワレコにしれっと行ってきまして、オーブのですね、等身大パネルみたいなのと4人が乗ったやつとにこうサインが書いてあってみたいな、それを今ディスプレイがされてるらしくて、そのサインを書いた日にですね、ちょうど自分渋谷に用事があったんで行ったついでに実は見てきまして、まあもちろんあのオーブファンの方とかもいらっしゃったんで、こうどのタイミングでこう写真撮ろうかなとか思いながら、ちょっとさすがにね、あの一人ずつあったやつは全部写真ちょっと撮れなかったんですけど、一応全員が写ってるやつだけ撮ってね、あの乗ってたらこうヤスパーみたいな感じで写真撮ろうかなと思ったんだけど、余裕でこの写真撮ってるタイミングだけでもめっちゃもう見られてたから、で東郷さんですよねって言われた、あ、はいって撮ってください、写真撮ってくださいって言いながらさすがですって言われてたけど俺で、実はですね、今回の動画がなぜ僕がずっと本田康介のことをヤスポンと呼んでるのか気になった方はいないでしょうか。だってまあ俺からしたらヤスポンなんだけど、多分某番組を見てた人からすると、どうして東郷くんは本田康介のことを本田くんでもなく康介くんでもなく康介でもなく本田の兄貴でもなく、なぜヤスポンなんでしょうか。気になってる方は実はいたんじゃないでしょうか。オーブ CD リリースおめでとうございますっていう、まあ記念ってわけでもないですけど、自分とヤスポンをね、ついてくださってるファンの方々とかにもこう喜んでもらえたらいいかなと思って、この動画を作ってみたいと思います。なぜ僕が本田康介くんのことをヤスポンと言っているのか、そのいきさつをこれから紹介していきたいと思います。はい、じゃあ話に入りたいと思います。遡ること5年前、自分が20歳の頃、前以前別の動画で投稿したとは思うんだけど、自分が1年ちょっとだけ東京に住んでた時があって、その時に繋がってたダンサーさんがいるんだけど、お互いに共通のヤスポンと俺の共通のダンサーさんってなった人がね、でそのダンサーさんがある日自分の友達に、ダンスやってて仮面ライダー大好きな友達がいるんだけど、よかったら紹介してあげようかって言われて、俺もそんな人いるのみたいななって、でツイッター教えてもらって、でツイッター見たら、それこそ自分ももちろんダンス動画いっぱい上げてたりとかしてたけど、ヤスポンもその時まだダンサーとして、まあそれこそ CM 出演してたりとか、こうイベントに出た時の動画上げてたりとか、お互いにダンサーっていう感じで、で最初 DM でツイッターで話したのかもと思って、自分から多分お知り合いの方から聞きましたって、あの東郷よしきですみたいな多分言って、仮面ライダー好きなんですかみたいな、多分そんな話していろいろ喋って、こう平成ライダー自分だったら空ガから見てますとか、あ見てますっていうかタメ語だから、同い年って聞いてたから見てるんだけどさみたいな、どこから見てるのとかライダーの話とかしてめっちゃ盛り上がった記憶があるんやけど、でそこから多分自分があのよかったら LINE 教えてって言って LINE もらって、で LINE で多分ちょっとぐらい話したのかな、でまあよかったら今度会いましょうみたいなのは絶対当時話したとは思うんだけど、結局それから自分が1年ちょっとは東京にいた間は結局会うことが1回もないまま、連絡先だけお互いもらって、実は自分が宮崎に帰っちゃったんですよ。でその間にまあツイッターでヤスポンの活動は結構自分見てたから、正直普通に友達とかの欄の中にやっぱ入ってきたら、あのホワイトエースっていうアイドルグループで動き出してたりとか、そういうのも普通に見てたし、だからヤスポン自体の存在は全然一度も会ったことはなかったけど、やっぱりなんか東京で活躍してる同い年の頑張ってる人って感じでずっと見てて、でもねそこから20歳から東京から宮崎帰って今の5年ぐらい全然連絡は取ってなかったんだよ。その活動は見てたけど、で6月末ぐらいに多分ホワイトエースの活動の多分最終ライブみたいなのが6月末にあって、で久しぶりにヤスポンから連絡来て、よしきお久しぶりみたいな、今度さーってライブやるんだけどよかったら 見に来ないっていうのが LINE が来て、俺もうわーお久しぶり、でもさーごめん俺今宮崎やっちゃうっつって、行きたいっちゃけどさーキビーバーって送ったら、あそっかー分かった、じゃあまた今度なーって LINE が来て、っていうかさ俺らそろそろ会わないかんくないみたいな感じで LINE を返して、そらあっちもそうだなーみたいな言って、会わんといかんねっていうので一回終わったんです。終わりました。でこの番組が動き出しまして、韓国の方に行きまして、そこで初めて顔合わせた瞬間ってなって、俺もう見た瞬間すぐ分かって、もうヤスポンは
あっちもハンプリのメンバーで一緒にいたんだけど、ヤスポンも俺がいるところに来た瞬間に、お前絶対いると思ってたんだよって言ってたから、俺ヤスポンって言ってから、もう初対面、言ったら会うの初めてだけど、初めてだけどもう久しぶりに会った人かのように、もううわーって言って、あのもう安定のあの抱きつきに来まして、もういやーって言って、なんかね、ほんと恋人かじゃないけどさ、とう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 会えたーと思って、ヤスポンにやっと会えたーって言って、でそれからもうなんだろうかね、こう本田くんとかコウスケくん、番組の中の人たちもみんなそういう呼び方やったりとか、でファンの人はそれこそ本田の兄貴とか言ってる人とかもいたけど、もうひたすら俺は、あ、そうだ、今思い出したもん。だって最初、そうだそうだそうだ、連絡取り始めた頃ぐらいに、え、じゃあなんて呼べばいいって確か送ったら、向こうが周りからヤスポンって言われてるから、ヤスポンでいいよって言われて、それで俺、そうだそうだそうだ、それでうん分かったって言って、そのおかげでずーっと、まあ、番組内とかでもだけど、常にもずっとヤスポンヤスポン、映像で残ってるやつにも入ってる音声の通り、ヤスポン頑張れーやしっていう関係性が実はあって、本当にね、あの番組はね、奇跡の出会いだったんですよ、俺ヤスポンとの。多分なかったら今でも絶対会ってなかっただろうし、そこはねめちゃくちゃ感謝してるところではあって、結構これまあ自分のその地元の友達とかで、ね、番組見てた人とかでもやったら、まあ普通に言ったりするんだけど、結構何それっていうか、え、やばみたいな感じで、すごいねって言われるから、自分自身もうん、かなり奇跡だなと思って、俺はもうまさかホワイトエースで専念してると思ってたし、であっちはもう会った瞬間に、ねえお前絶対やると思ってたんだよ、でも韓国系だからっていうので言ってたから、初めて顔を見た瞬間は今でも覚えてるけど、もう幸せでした。まあてな感じで、中のことはねちょっと細かいところはちょっと言えないところがいっぱいあるんですけど、それまでの経緯ってなったら今こんな感じですね。はい、ファンの皆さん方お分かりいただけたでしょうか。実はこういうつながりがありました。番組に映ってないシーンもいっぱいあります。そう、だからこれからもヤスポンはヤスポンとして応援していくつもりなので、これから頑張ってください。はい、っていう感じでですね、自分の思い出話にはなりましたが、もし面白いなと思っていただけたら、ぜひ次の動画でもお会いしましょう。それでは東郷よしきでした。じゃあねー。